来ました。はい、はい、特にありません。マッサージ受けるんですよね。ぜひお願いします。じゃあとりあえずスタートしましょう。よろしくお願いします。実は整体受けたことないんです。あのマッサージは受けたことあります。整体は、まあ、自分でこうやってるんですけど、とりあえず始めて、はい、緊張します。はい、はい、お願いします。お話から聞いた方がいいですか、体の。そうですね、そうですね、はい、じゃあ、もしよそう、質問あります。はい、何かこう調子が悪いところとかありますか、痛いとか。まあ、最近結構やっぱ腰、まあ、はい、まあ自分の何骨盤だっけ、ここ、はい、ちょっとやっぱりいつもこう前に倒れてるから、はい、それをあの直すっていうか、自分の姿勢をまっすぐするために結構、はい、こう背骨を多分こうやってると思います。まあ、極端に言うとこう、あまあ実際、まあ、だからできるだけこう、はい、筋肉をここにつけてこう、はい、もっとまっすぐの状態にしようとしてるんですけど、はいはい、そうするとここが結構痛めちゃう。あ、痛くなっちゃうことがある。そうですね、肩こりとかは。肩こりよりもやっぱ腰、はい、今まで怪我とか事故とかないですか。骨折とかない、ないです。ないですか。わかりました。じゃあちょっと姿勢を見ていきます。はい、はい、高さが違いますね。こっちの方が高いです。あ、どっちが違う。こっちが高い、こっちが下。あ、はい、こうなってます。何かお辞儀をしてください。背骨まっすぐ、それともそんなに曲がってないですけど、こんな、あ、うん、まっすぐ、丸くなってほしいです。はい、ちょっとここが右にカーブしてて、お、下は若干左にカーブ、右にカーブ、肉の高さがちょっと違うんです。こっちの方が高くなっていて、痛みはないですか。ないです、はい、でもやっぱ走ってる時は、はい、左か右かちょっと覚えてないですけど、うん、はい、片足がより痛くなるんです。あ、そうなんですか。まあ、軸足とか利き足とかはあるので、はい、左右差出やすいですね、足は。あ、うつ伏せに、手を下に、ここです。硬いです。うん、筋肉というか関節、背骨の一個一個が硬いです。なぜだこの辺はやっぱ動くこと少ないんですよね、生活してる中で。やっぱでも自分でたまにこう、うんうん、こうやってストレッチして、はい、痛いな、痛いなって思います。自分でこうバキバキてできる。はい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 、すごい、うんうん、そうですよね。うん、若干やっぱ腰が左にカーブしてて、で骨盤もこういう回線ひねってるような歪みがありますね。まあ歩いてる時に、まあ、こう同じ筋肉が左右で備わっている、あと股関節も同じ関節が左右でありますよね。そうですね、はい、でも絶対歩幅だったりとか使い方って絶対左右差があるので、まあそうですね、はい、まあ、そんな中で今こうやって押してみると、はい、左の骨盤の関節の動きが悪くって、あ、はい、まあ、そういう、こう左右差が生まれてきてしまうことによって歪みっていうのができてしまいますね。あの、自分も空手やってますけど、あ、はい、やっぱり
左足があんまり上げることはできない、うんうん、上げづらい、はい、回し蹴りとか、はい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 、右足は本当に大丈夫です、うんうん、やっぱバランスは良くないっていう。そうですね、なのでやっぱ動きにくい関節ができてしまったりとか、うん、まあ、それによって負担がかかる筋肉だったりとか関節ができてしまうとそこに痛みが出てきたりとかします。なので、まあ、できるだけ5対5は難しいんですけど、できるだけ5対5に近づけていくことが、まあ、一番体をうまく使っていく上ではいいかなと思いますね。じゃあ矯正していきますね。筋肉硬いですね、この辺。やっぱり、自分もそう分かります。思いますか、はい、あそこは一番体のきついところだと思います。いつも感じるとこですか。そうですね、まあ、そこを筋トレで強めようとしてるんですけど、はい、それの影響を持ってるのか。ああ、まあ、そこが弱いからこそ、はい、はいはい、ああなるほど。あ、でもいいと思います。その分例えばストレッチを多めにするのはストレッチ大事ですね、使ったら。この筋肉の名前は何ですか。中殿筋です。はい。はい。弱いか強いかっていうのが分かります。大きさとかはあと、まあは分かりますね。でもある方だと思います、しっかり。はい。硬いけど、すごいですよ、やっぱ硬いって分かります。うん、そうですね、疲労感は溜まってる。まあ、筋トレすればするほどもしかして強くなっていくかもしれないけど、はい、そんな硬くなる。じゃあこっちの肩を上にして横向きになってください。大きいです。はい、でかい。反対向きます。反対、はい、下向き、下向き、はい、ああでも気持ちいい。あ、本当ですか。今関節は動いている状態です。さっき左に、はい、カーブしてた部分も今はないです。すごい動いてる。OK です。起き上がってください。起き上がって、はい、後ろを向きます。
ベッドをまたいで座ります。失礼します。なんかもうここは本当はもっとこう中に入る動きをしなきゃいけないんですけど、ここが全然入っていかないです、ね、全然すごい、うん、違和感がある、はい、ここまで押してくる、はい、ここ、うん、全然期待はしなかった。いやでもすごい気持ちが気持ちよかったけど、なんか今来る。Thank you. Thank you. ありがとうございます。おお、わあ。いやすごい良かった。いやでもすごい。今リラックスしてます。行くよって言ったら力入っちゃうじゃないですか。行くよって言ってました。いや言ってないです。あ、言ってない。あ、そういうこと。言ったらね、力入っちゃうから。行くよって言うとそうです。あの、うん、何も言ってない。でもそっ、OK、でもそっちの方が。後ろにちょっと下がってもらっていいですか。お尻ごと？そうですそうです。足を前に上げて、膝を立てておいてください。そうですそっちの。そうです。目の前で外脚を組んで、こう持っときますね。もうちょっとこの上の方まで矯正します。枕を顎で挟んで、はい、そのまま後ろに寝転がりましょう。足はつけて、で一回寝ちゃいます。もう一回、起き上がります。行きます。もう一回、起き上がります。ちょっとまたいで座ります。すごい音しました。前はよりも力抜きます。足を下ろして、そうです。いやだす、なんでそんな音をしたんですか。関節がこう動くとき、関節と関節の間にガスが発生して、それがパチって弾ける音ですね。硬いです、すごく硬かったので、はい、背中伸びた感じしませんか。うん、してます、してます。OK です。仰向けになります。どうだった。いや初めての経験はすごくいいです。もう3回やったんで、パッパッパッ。自分でボキボキする範囲ってめちゃくちゃ動かしやすいところが動いてるので、あ、本当に硬い関節を選んで矯正してます。そうですね、はい。いや、私は全然首の、はい、うん、これやらないからなんか、はい、あんなに激しくやっと今死にました。死にました。大丈夫、生きてます。あ、生きてます。生きてます。死んでます。生きてます。暗殺者の くのいち副院長。OK です。枕入れます。よいしょ。
上がってみましょう。ちょっと立ってみます。こう向きです。だいぶ今背中しっかり立ててますね。はい。Your posture looks different. マジで? Yeah. What? すごい。姿勢がもうすっ、うん、今でも楽に、まあ、そうですね。肩の高さも今揃っています。じゃあ楽になってます。はい、っていう感じで。あ、はい、ありがとうございます。新しい体を得た感じがします。よかった。ありがとうございます。今はで、あの、その30分コースだったんですよ。はい、ですよね。すごい良かったです。ありがとうございます。